こんにちは、まみです。今日は愛知県の瀬戸市にライドしに行きたいと思います。そこでどうやら陶芸体験ができるらしいので、そこを目的地に走っていきたいと思います。で、皆さんお気づきかと思うんですけれども、今日はケンさんがいません。でもご安心ください。途中まではソロライドになる予定なんですけれども、合流させていただいて、今日の誘っていただいた方に案内して目的地まで連れてってもらう予定になってます。方根地なんですけれども、なんとかまず合流地点までたどり着ければ今日は無事に帰ってこれるんではないかなと思っています。すごい不安なんですけれども、頑張って走っていきたいと思います。だいぶ近くまで行ったんですけどね。川沿いの左、これは渡れるんか。ちょっとそこを上渡らなあかんかったんだな。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あっちではないはずやな。お、これや。ここだ、ここだ。庄内川なんですけど、はい、庄内川沿いで、うん、多治見方面に行くと、多治見方面に、はい、へえ。ずっと川沿い走れるんですか。多治見行くときは川沿いで、うん、うん、瀬戸の方行くときは、うん、成人の人多かった。ああ、今日成人の日や。そう、さっきも今左パッと見たら、はい、赤とピンク色の人で来た女の子が歩いてて、いいな、うん、いいな懐かしい。いいっすよね。ねえ、はい、左に5分で、はい、ここブレーキ、はい、おお、ほんとだ。最近綺麗にこうやって作りつけられて、へえ、遊べるんや。遊べる子供もそうなんですね。2027年、うん、5分とかあんまり興味ないんですけど、まあ、あんまりわかんないですよね。そう、わからないっていうのは。古墳が多いところはね、文化が栄えてたから、うん、ああ、なるほど。大阪の方も多いです。ありますね、めっちゃ、うんうん、ここの出入りで割と経験することも多いんですけど、うん、ご飯食べたいなってなったら、うん、ここサイクリストがあっち側に一緒にさらっとあるから、ここに止めてこっちの中の食堂でご飯食べたりとかする場所なんですよ。へ、うん、すごい。サイクルラックあるの。そう、このルートをちょっとケンさんと近くに、うんうん、もう完全に教えておこうと思ってたんですけど僕が行くまでに。ありがとうございます。ここ、ここ、ここ入ります。すごい。この手形めっちゃ苔なんですよ。本当に危ない。なので降ります。シクロクロス。到着した。
こんにちは。かわいい。それで釜がピンクなんです。緑茶の水を で黒蜜が釉薬がこう溶けるその表現をしています、はい、で四角と小豆の丸でこの釜焼きですね、うん、はい、でお茶の表面にちょっと浮いてるものがありますけど、うん、茶葉から出てるもので発信して教えてください、うん、はい、ありがとう。この湯飲みが300年変わってない形なんですけど、うん、ここから進化してこっちのコーヒーカップに、はい、なのでそのお色でお出ししてみました。ありがとうございます。こっちのケーキのお皿も変わってないデザインですよね。そうです、馬の目っていう。馬の目っていう、この線を描く人はこの線ばっかり描くから。なるほど。そう。はい、ということで無事に帰宅しました。今日行きがソロの区間があったんですけど、案の定道に迷いながら、あとちょっと土手を渡るようなシクロクロスの場面もあったんですけど、無事に合流地点までたどり着くことができました。で、合流してからは今日誘っていただいた方にバッチリ案内してもらって、安心して純粋にライドを楽しむことができました。なんで、まあ東海地方近辺でいいコースとかおすすめの場所があればぜひ教えてください。では今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。